はじめまして。はじめまして。お願いします。お願いします。よく見てます。めちゃくちゃ見てます。ダンスすごい好きで見てます。あ、ダンスやってますやん。ちょっとだけ。やってますよね。ちょっとだけやってます。やってますよね。サロンモデルの写真よく見ます。インスタめっちゃ流れてくる。ガチですか？なんかリールとかそっち系。インスタめっちゃ見ます。やばいっすよね。うわーすごいっすね。すごいすごいすごい。うわっ、ええ、カスカメちゃん、カスカメちゃん、本物、本物やろ。どうもどうもはじめまして。はじめまして。虫の中にすごいですよね。虫が賑やかっすね今日は。いやでもいいっすね、やっぱ虫たちも歓迎してくれてるっていうことっすね。じゃあ、はじめまして。お願いします。よろしくお願いします。カスコンネちゃん、あ、そうなんですよね、実はいつも見てます。あ、ありがとうございます。あ、見てます。あ、そうですね、皆さん、はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。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 かわいい。え、かわいい。かわいい。はじめまして。はじめまして。お願いします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 。みさきちゃん、みさきさん、お願いします。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 楽しみましょう。お願いします。お願いします。すごい。めっちゃすごい。めっちゃ痛いもん。フレッシュ。見たことある。ちっちゃないかい。お願いします。お願いします。はじめまして、みみです。よろしくお願いします。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 何回ブリーチしました？距離の詰め方、距離の詰め方がいいな。お願いします。お願いします。それね、俺じゃなくてあっちに。はじめまして。はじめまして。はじめまして。メガネずれてる感じ。ありがとうございます。リュックなんだね。リュックです、ね、あ、今日はちょっと荷物を少なめしてきました。楽やしな、そっちの方がな、はい、大丈夫、足大丈夫です、はい。お願いします。お願いします。いいですか、自己紹介。はい。初めて僕から。いいですか。こんな感じです。そんな感じ。そんな感じ。なんだろう。あ、ゆうひです。よろしくお願いします。お願いします。TikTok でダンスとか踊ったりしてます。ダンス得意なんですけど、歌が苦手なので、ちょっと頑張れたらいいなって感じです。よろしくお願いします。お願いします。司っています。お願いします。お願いします。普段は SNS をやりながら服が好きなので、今後はファッションとか頑張っていきたいと思います。お願いします。お願いします。ミントです。よろしくお願いします。お願いします。普段はピアスとかいっぱいつけて TikTok 撮ってます。よろしくお願いします。お願いします。はじめまして、ねねって言います。お願いします。お願いします。普段は TikTok ライブとかで歌ったりしてます。今後はアーティストも出してます。よろしくお願いします。お願いします。はじめまして、佐野美咲です。普段は SNS と女優さん目指してレッスンしてます。お願いします。お願いします。お願いします。あ、はじめまして、カスコンヌって言います。あ、ちょっと普段は TikTok とか YouTube やってるんですけど、ちょっと挨拶があってやってもいいですか。
ぜひ。ぜひ。ちょっと普段美容系なんですけど。はい。美容系なんですか。そうなんですよ。ちょっとすいません。あなたの心にとキュンバキュンとキュン高校チュン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 カスコンネオです。アソレッシュ。ありがとうございます。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。高校生、あ、高校3年生17歳、そしてもです。あ、YouTube とかやってます。あと、ダンス私も得意です。はい。高校時代まだ一回も彼氏ができたことがないので、この旅の機会を使って、彼氏とかができたら嬉しいです。よろしくお願いします。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 はい、ということで、じゃあ施設の紹介に入っていきたいと思います。はい、いいですか、いいですか、お願いします。今から旅のしおりを発表します。じゃあ、はい、この後ですね、施設の方を散策して、その後に各々の部屋に分かれて自由時間になります。へえ、面白そう。明日は12時からバーベキューをするんですけど、そのバーベキューでは、自分たちで食材を切るところから始めます。はい、この中にちなみに料理が得意な方います？できないです。できる、できる？私もあんまりかもしれない。まあ、一応今一人暮らしで結構畑から育ったりして料理はしてますね。はい。自給自足。はい。あ、すごい。すごい。はい。そうなんだ。そしてバーベキューの後はですね、ここはサウナ施設ということで、みんなでサウナを堪能して交流を深めていきましょうっていう感じなんですけど。イエイ。はい。みんなサウナはどうですか？すごいね。すごい。さあ、2日目の夜、花火も用意してます。用意してます。ね、青春。そう、青春。ね、だから、ちょっとね、そういう花火とかバーベキューとかでね、ぜひみんなで楽しんでいきたいと思います。お願いします。じゃあ、早速施設の中を見に行きましょう。よっしゃ、イエイ、yeah. イエイ、イエイ、やばいね、やばいね。すごい、めっちゃ、おしゃれじゃない？おしゃれ、やばいね。点上げ、テンション上がる。ね、すごい。夏ってだけでさ、キラキラしてるよな。確かに、確かにね。イエイ、すごい。すごい、自然を感じる。綺麗、めっちゃ。おー、すごい、綺麗。お邪魔します。お邪魔します。おー、すごい。すごい、超綺麗。めっちゃ綺麗。綺麗。すごい。お邪魔します。お邪魔します。バーベキューできるよね。すごい。カップラーメンとか食べる。マジ？食感うまい。やば。やば。めっちゃいい。二回来てな。二回来たくない？二回来て。めっちゃ木の実いい匂い。やば。広い。めっちゃ広い。やば。えぐいね。えぐいえぐいえぐい。超綺麗。えぐい。めっちゃ広。めっちゃ木の匂い。すごい。やば。これかわいい、めっちゃかわいい、かわいい、めっちゃテンション上がるわ。やばい、これやばい、これすごい、やばい、一旦入ったしよう、すごい、やばい、一旦ね、やば、このベッド取り合いでしょ。だからこれはもう俺のよ。いやー、俺が使ってる。なんで？これは
これ寝たい？これ。いやいやいや、そうそう、それは大丈夫です、はい。ね。うん。そうです。うん。あ、まあ、木の匂いやばい、ね。そうだね。すごい、木がいい。ね、めっちゃいい匂い。うん。ちゃんとちょっと本当に嫌だ、ちゃんと決めて、ちゃんと決めますね、話し合おう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 、そうそう、話し合いじゃんけんするじゃん、一回じゃんけん、じゃんけん、じゃんけん、まあじゃんけんでもいいか、別にな、まあ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 、平等にね、平等に、っていう人、代表者ってこと、代表者、代表者、代表者ですか、あ、はい、わかりました、はい、でも代表、代表で俺らが勝ったらいい、勝ったら、男が勝ったら、え、緊張する、なんか大丈夫、勝てよ、お前、絶対はい、頼むよ、頼むよ、頑張って、頑張って、え、ちょっと自信ない、はい、いきます、はい、最初はグー、じゃんけんぽい、気持ちいい、あれあれあれ、ちょっと思ってたの違う、あの、勝ったんですけど、そうっすよ、すいませんでした、はい、あ、大丈夫です、それは、はい、そうっすね、ごめんなさい、そうでした、どうぞどうぞ、どうぞ、あ、ありがとう、いや、やったありがとう、ありがとう、ありがとう、じゃあ、女子がベッドということで、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、そうなんですか、ロッコに、あ、そうか、あ、そうか、そう、せーの、あ、落ちた、あ、落ちた、あ、落ちた、あ、ごめんね、ごめんね、ごめん、ありがとう、気持ちいいでしょ、結構、え、マジか、結構マジか、本当にすごい、超かっこいい、いいな、いいな、やったやったね、やった、ありがとう、イエーイ、やった、いただきます、ゆうちゃんなんか寝るの早かったな、でも早かったね、確かに、あ、いつもあの10時くらいに寝てるので、あ、そうなの、めちゃくちゃ人好き、健康的、何時に起きたの、5時ですね、へぇ、あの、よ、雨が降ってて作業ができなかったんですけど、作業、はい、作業って、あと巻き終わったりとか、そういう準備、すごい、すごい、自給自足なんだ、はい、いつもな、なんか、皆さん何時に寝たんですか、俺なんか人狼ゲームしてて、うん、結構起きるのを覚えてないけど、確かに楽しかったよね、めっちゃ楽しかった、俺のイメージ言っていい、北海道の、うん、初めてだけど、うん、マジで、え、多分2パターンで分かれるくない、これかこれみたいな、うん、そういうこと、うんうんうん、北海道と言ったら想像して言っちゃダメだけど、今せーので言うよ、みんな、うん、いいよ、むずそのゲーム、あ、そういうこと、揃ったらマジで俺ら仲いい、やっぱり、うん、なるほどね、なるほどね、いくよ、みんなあれだよね、あれ、うん、あれだよね、うん、北海道といえば、北海道も分かってへんけど、うん、北海道といえば、いける、うん、うん、せーのでいくよ、うん、せーの、ギャギャー、めっちゃまぶちか、なんか悪っなんて言った、海鮮丼、海鮮丼昨日から海鮮丼食べてゆうちゃんは牛乳って言いました、牛乳、おー、ホタテ、ホタテ違う、俺も海鮮って言ったけど、ホタテしか思い浮かばなかった、海鮮、牛、あ、そう、牛、牛が牛、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 聞いていいですか、施設の人、牛乳か、何が有名か、一番北海道って言ったら、あ、ジンギスカン、うわーい、そういうことね、そうなんだ、牛乳はそんな有名じゃないですか、有名であるけどやっぱジンギスカンかみたいな、なるほど、やりたかったよ、ジンギスカンゲームしたいって言ってたじゃん、キャンプファイヤーの周りで、いや、やってたな、言ってたな、1人でジンギスカン懐かしい、バーベキューマジ楽しみよな、楽しみ、うん、花火も楽しみ、うん、花火あんだ、めっちゃ、そう、あ、花火、やばい、怖くない、そっちの方が楽しみかも、え、そんな、花火楽しみ、花火、食べ終わったら準備してバーベキューの準備をしましょう、イエーイ、楽しみ、今日も素敵、頑張ろう、頑張ろう、お願いします、よいしょ、俺の場所、怖いな、怖いな、本当に怖いな、本当に、いいね、いいね、いいね、乾杯、乾杯、すごい、すごい、ちょっとやめて、いいね、いいね、なんかいい匂いしない、アロマ水、え、確かにいい匂いする、いい匂いする、いや、もう出せる、
すごいな。